いつもご視聴ありがとうございます。クイックアートの飛山恭平です。ウェアプリントに役立つ情報を配信していますので、チャンネル登録お待ちしております。今日の業者様向け白トナープリント講座は、こういった白トナープリンターを使ってプリントをする際にですね、抜ける転写紙というものを使います。この抜ける転写紙6種類1つずつをご説明したいと思います。この国内製の抜ける転写紙なんですが、 W、B、C、そして S、G、D と計6種類ございます。この6種類なんですが、一つですね、商品ページにこのようにですね買えるようになっていて説明もあるんですが、どうしても何を買っていいかわからない、何を選んだらいいかわからないというお客様の声をいただいております。ここでですね、それぞれの特徴をですね説明させていただき、また不向きなところもですね説明させていただきます。これで皆様のですね、ウェアプリントのお仕事にさらにお役に立てるかと思いますので、ぜひ一つずつのですね種類がどういったものかというのを押さえてください。このウェアプリントをまだされていない方にもですね、この抜ける転写紙がどういったものかというのをご理解いただけれるような内容にもしていきたいと思いますので、すでに保有されている方、またこれから保有されている方、双方の方がですねご理解できれるようなですね内容としてご案内したいと思います。では早速ご案内していきます。どうぞ。ではまず抜ける転写紙が何かというのをですね、まだされていない方向けにですねご案内いたします。まずこういった専用の用紙にですね、 MP シートに白トナープリンター、レーザープリンターで印刷をいたします。こちら白トナープリンターを使っていますので、白の表現もされていますし、フルカラーで表現されています。なので白を含めたフルカラーの表現ができるというのが1点特徴としてございます。そしてですね、このように細いイラストも表現ができる、でカッティングカストリ不要ということで、イラストのですね幅が広い、細いイラストもですね一言で言うとフルカラーでできるというところが魅力でございます。でこちらですね、今130度30秒強圧でプレスしますが、 D を除いた5種類はですね基本的にこの工程を挟みます。なのでですね、あとはですね質が違うだけで、質というか特徴が違うだけということでご案内いたします。では30秒後にですね、このようにはい、プラスしまして、これは熱いうちに剥がします。すると今の印刷したところだけにこの白い糊、プラスターシートの糊がつきます。これが捨てる部分です。このような細い表現がフルカラーですね、白を含めたフルカラーでできます。今こちらですね、 A4 の用紙に6つのデザインをつけましたが、あとはこの4辺を切って、使うですねイラストだけをハサミで切ってですね、であとはここに、プリン熱でプレスをして剥がせば出来上がりというような形になっています。ではですね、この工程は基本的に変わらず、価格もほとんど変わらない状態ですね。特徴をですね今からご案内していきます。まず抜ける転写紙タイプ W からですねご案内したいと思います。先ほど作ったこのマークシート、なんですが、こちらこの面ですね、これに130度130秒ほどですね、2、30秒プレスして冷めたら剥がす。でこちらポリエステルですね、こちらも120、30度の20秒ほどですねプレスして剥がす。こちらのナイロンも同じくです。とですね、このタイプ W なんですが、綿、ポリ、ナイロンですね、この生地をほとんど選ばずプリントができるというところが利点でございます。なのでこの抜ける転写紙ですね、使っていただいている方の約9割がですね、このタイプ W を基本的に買っていただいています。この W だけを使っている方が多いという印象でございます。こちらですね、このマークシート、この糊のシート、これが白くですねこのようについていまして、この白が隠蔽されているんですね。でなのでこういった赤い生地のこのイラストのですね中にこの白がありますので、発色が良くなっています。生地の色負けがしないというのもですね、これは W 含めたですね他の転写紙もそうなんですが特徴でございます。一方この糊がですね熱で溶けまして、130度に30秒ほどですねこの生地にプレスをして繊維の奥にぐーっと押し込まれていくんですね。で冷えると固まると、で固まってこれで剥がすことで、この繊維のですね一つ一つにこの糊のシートがですねくっついている状態なんですね。なので洗濯には非常に強い仕上がりになっています。ほとんどの生地にできるということでですね、この、マスクですね、こういった面マスクを含めたマスクにもプリントができますし、こういった、スウェット生地にもプリントができます。このタイプ W は基本的に万能で、今からご紹介するのはですね、W でできなかったり W でちょっと太くてなところを補ってあげるというですねイメージでご覧ください。
基本はダブルでございます。では次にタイプ B をご案内いたします。タイプ B の B はブルゾンの B から取っています。なのでこういったですね、はい、ナイロン系のですね素材で使われています。こちらはですね、ただ W で作ったもので、こちらが B で作ったものです。この2つ表面的な違いはほとんど少ないですが、裏に、はい、違いがございます。こちらタイプ W ですね、はい、このようにですね、はい、お分かりでしょうか。白い糊がですね浮き上がって浮かび上がってはみ出してこのようにしておりますが、こちらがタイプ B で作ったものです。こちらはですね、はい、このように、はい、糊がですね見えなくなっています。一言で言いますと、この裏から見た違いというのがですね W と B の違いです。実際印刷する MP シート自体は変わりなく、このプラスターシートの糊の部分だけが違うんですね。W よりですね B は薄いんです。これに関してはですね、まあ、目視ではちょっと分からない点でございますが、はい、こちらの、まあ、これ W で作ったものなんですが、まあ、B はこの W に比べて薄いと、はい、こういった薄手の生地にプリントした時にこのはみ出しがですね少ないというイメージでお願いいたします。そうですね、まあ、こういったインナーシャツ、まあ、私の感覚でいきますと3オンス台ですねなりますと、ダブルになるとまあこういった糊がちょっとはみ出てしまうというところで少しごわつきを感じることがあるかもしれません。そういった場合はタイプ B を使っていただくと、まあ、薄いので、そういう着心地のところではいいかなと思います。まあ、実際この出てくる部分気にしないよという方はですね、もう W でナイロン生地で、まあ、使っていただいて、まあ、どんどん使っていただいて大丈夫です。気になる方はですねこの B をお勧めいたします。一方ですね、この糊がちょっと薄いというところで、まあ、普通の 5.6 オンスとかそういったヘビーウェイトの分厚い T シャツになりますと、あの W に比べて少しその洗濯の強度というのがちょっと落ちる印象です。だから普段使い、まあ、普通のといったらなんですが、ドライ T シャツやメイン T シャツにプリントされる方、4オンス以上ですね、4オンス台以上になりましたらタイプ W をですねお勧めいたします。では次にタイプ C についてご案内いたします。タイプ C の C なんですが、キャンパスの C なんです。こういったキャンパス生地に、はい、適性がある転写紙でございます。こちらですね、タイプ W との違いをご案内いたしますと、タイプ W、まあ、こちらタイプ C だといたしますと、 W に比べてこの糊がですねシールのような感じになっています。なのでタイプ W はですね、まあ、繊維の奥にですねこの、はい、熱プレスをして溶けて奥に繊維の奥に入っていくイメージなんですが、 C はですねこのキャンパス、まあ、生地ですね、生地の上にシールに貼られた感じなんですね。なので、まあ、こういった硬い生地、分厚い生地の時にですね W のような形ですと硬いものは繊維が密集しているのでなかなか奥に行かないんですね。なのでこの剥がす時に紙に残っているということがあるんですが、 C は一方シールのような感じですので、この生地に、はい、貼り合わせしやすいということになっています。一方 W との違いを言いますと、繊維の奥にですねあまり行っていない、まあ、最後仕上げプレスをしてできる限り奥に押し込みますが、洗濯の堅牢度がちょっと落ちます。こちらですね大体4級程度になっています。まあ、最低限のレベルではありますが、あまり衣類として使うものにはですねおすすめではございません。まあ、洗濯を良くするようなものですね。ただですね、なのでこういったキャンパス生地にはですね多く使っていただければなと思います。こういった硬い生地になると W ではできないんですが、C だとできます。これですねよくいただくご質問ですねなりますと、 W と C どちらを選んだらいいんですかというものがあるんですが、 W ではできない生地ですね、分厚い生地の場合は C を選ぶという選択肢でもいいですし、まあ、そもそもちょっとそういった冒険をしないということでしたら初めから C を選ぶのがいいかなと思います。大体私の感触ではですね7オンス以上8オンスとかになると、こういうキャンパス生地で W で少しイラストに入ったら難しいイメージがありますので、まあ、失敗をせずやっていくという形は C おすすめでございます。またですねこういったキャンパス生地以外にはですね、非衣類のものにチャレンジするには、はい、この抜ける転写紙、この C がおすすめです。こういった木材ですねのプリントもできます。またこういった革ですね、まあ、こういったものは素材、まあ、個体差によりますが、こういったゴムのですねプリントができています。こういった中でですね、まあ、あの C はですねいろいろなものにちょっとプリントができる、 W でできないものですねできるので、ぜひいろんな創作活動で使っていただければと思います。基本おすすめというかですね使っていただいているのはこういったキャンパス系のバッグです。次にタイプ S についてご案内いたします。タイプ S の S はですねストレッチの S になります。なんかこういったですねこれはタイツになるのですが、こういった引っ張ってですね、はい、プリントした面ですね、
こちらこのように割れるのですが、まあ、戻ってもですね、はい、この割れが目立たないということで伸縮性があるということで使っていただいています。ただ気をつけていただきたい、まあ、一番 W との違いでちょっと気をつけていただきたい部分なんですが、タイプ W 自体もですね伸縮性はございます。なので普通の、まあ、トムスさんやキャブさんとかで売ってるような T シャツ関係の伸びに関してはですね W で十分です。まあ、この割れっていう部分をですね業者様にとしてはですね必要以上にちょっと気にするちょっとところがあるかなと思うんですが、別に S を使わなくて大丈夫です。S に関してはこういったタイツとかですね非常に伸ばすっていうことをですねするそういったものに使ってください。もうですねこの表面の摩擦がですね W に比べてちょっと弱くなっていまして、ドライ T シャツとかそういった、まあ、たわしのようなものになりますとちょっと表面の摩擦で少し白くなってしまうというちょっとご報告もあります。なのでこのストレッチのところですね使ってください。またこの作り方のところで、まあ、転写をして冷めて剥がすというのがですね結構時間かかるとかで W と比べて少しですね使い勝手が難しいところもありますが、まあ、逆に W ではちょっと難しいところですね。こういった吐くのプリントが S は得意です。まあ、洗濯の堅牢度も5球取っていますが、 W ですと1回洗濯してしまうとどうしてもこのついた部分がちょっと取れてしまうんですね。向いていないのですが、 S はですねこういった吐くのプリントが得意です。実際このプリントをされて販売している方もいらっしゃいます。まあ、先ほどちょっと言った C もですねこういった吐くのプリントはできますが堅牢度は4球一方ですね、ちょっと作り方としては W とあまり変わらず使い勝手がいいです。お客様としてはですねこういった金箔銀箔プリントを使うとなったら S か C どちらかをお使いください。次にこのタイプ G についてご案内いたします。タイプ G なんですが、このようにキラキラとしたですね表現がフルカラーでできます。なので、ね、先ほどの金箔とは違う表現ができます。こちらですねこのプラスターシートのりがですね、はい、このようにはい、シルバーの、まあ、キラキラ光沢があるんですね。メタリックがこれが後ろの方から、はい、影響してついていますので、この黒の生地と金色の間にこれがあるイメージですね。でこのように光って表現されます。そうですね、このタイプ G なんですが、この透明トナーをですね使うというのがですね基本的なおすすめになります。まあ、CMYK のですね合計値が 100% 以上、まあ、80% 以上の濃いものであったらいいんですが、こういったですねちょっとグラデーションの薄い部分があったりすると透明トナードラムが必要というのは少しちょっとハードルが高いところでございます。まあ、こういったところでですね、まあ、タイプ G と W の違いでいきますと、まあ、マットというか普通の仕上がりとキラキラの仕上がり、まあ、こういったキラキラの仕上がりは W ではですね少し限界がありますので、そういった仕上がりをされたい方はタイプ G をお試しください。では最後に抜ける転写紙タイプ D のご案内をいたします。このタイプ D なんですが、抜け転写シリーズで一番初期の商品になっています。それで、まあ、ポイントとしては白トナープリンターがなくてもこの白を含めたフルカラーな表現ができますが、工程数が非常に多いということとイラストの、まあ、制限があるということで少し、まあ、汎用を使っていくというのは難しいですが、どういったものかというのをご案内いたします。まずはですね、まあ、作り方、これが説明書にすみませんなるのですが、非常に多くの工程がありまして、YouTube の動画ですね、説明欄にありますが、作っている説明だけ約10分かかります。で、この10分ですね、どういった内容かと言いますと、まずですね、普通紙の、すみません、コピーと印刷したネガポジの元とこの糊のシートを合わせて、130を30秒で剥がすと、この糊のシート、今この、はい、抜けている部分に逆に糊があって余白の部分がなくなっていると。ただ余白部分がなくなっているというのもですね完全ではないので、フィルムシールというので130度10秒5秒ですねプレスをして取っていきます。ただこの剥がすというのも目視ではなかなか確認がしづらいです。でこれでここの余白、抜けている部分に糊があったとして、こちらですね印刷した MP シートだとしますと、これとこれをですね、まあ、糊のシートと MP シートを合わせて130度でまたプレスをするんですが、この時の印刷ずれが2枚の紙のですね印刷ずれというかずれがあると糊がずれてついてしまうんですね。なのでこのような細かいイラストは本当に 0.1 ミリずれるだけでもずれになってしまうので、まあ、丸とか三角とか大きいイラストですと対応しやすいんですが、どうしてもずらさないようにするには白縁をつけたりとか、そういうデータレイヤーをですねもう一個作ったりとか、ちょっと手間が増えてしまいます。
なので今ほとんどの方は白トナープリンターを使ったタイプ W を使っています。タイプ W ですとここに持っていくまでにですね、もう印刷をして糊のシート合わせて130秒プレスして剥がすというだけで終わりますが、タイプ D ですと、まあ、制作時間約10分ぐらいのですね、まあ、長編の動画になってしまいますが、そういうものをやっています。まあ、このタイプ D でちょっとデメリットだったところを徐々に改善していって、現在ですねご愛用いただいているタイプ W が出来上がった、そういうイメージでございます。まあ、質的なところ洗濯剣ロードなどはですね問題ないものであるんですが、イラストの制限がちょっとある、ちょっと工程数が多い、で成功に導くのに少しハードルが高いというところで、まあ、初心者の方もですねタイプ W を基本にお考えいただければと思います。最後は抜ける転写紙ではないんですが、よくあるご質問で写真のプリントはできますかとご質問いただきます。そもそもこの抜ける転写紙のメリットといいますと、ハサミで切ったりカッターで切ったりするのは難しい細かいイラストをですね表現する、文字だけ表現するというところがメリットなんですね。一方こういった写真になりますと、まあ、カッターとかで四角で切ってしまえば終わってしまうような簡単な、まあ、形であるんですね。そういった場合ですね CMYK の、まあ、レーザープリンターで WHSCL また CR、まあ、WHSCL はこういった黒濃色生地を、 CR は白単色生地をです。それを使っていただくとできます。基本的にこういった印刷をしまして、カッターでこのように切りまして、裏紙を外して合わせてプレスするだけで非常に簡単なものをやっています。このカッターで切るというところ、抜ける転写紙の場合ですね、この130-30秒でのり付けをするというところがありますが、こののり付けというのはですねハサミカッターではできない部分、ハサミカッターで十分対応できるようなこういったドンと貼ったようなイラストはですね WHSCR をお使いください。いかがでしたでしょうか。今回ですね抜ける転写シリーズ約6種類ご案内いたしましたが、基本タイプ D を除いた5種類ですねを説明いたしますと、タイプ W が基本になります。タイプ W がですね、まあ、白トナのホワイトという意味の W なんですが、まあ、綿ポリナイロンほとんどの生地に白を含めたフルカラーの表現ができる転写紙でございまして、まあ、洗濯にも強く扱いやすいということで、抜ける転写シリーズの売り上げの約9割以上がタイプ W が占めています。一方ですね他の約4種類ですねというのは、タイプ W が少し得意ではない部分を補ってあげる、そういったサポート的な役割になります。タイプ B に関してはナイロン生地の、まあ、糊のはみ出しですね、後ろの白のはみ出しを防いであげる。タイプ C に関しては後ろにあるようなですね分厚いキャンパス地、硬いキャンパス地にプリントがしやすい、 W では少し難しい時にはタイプ C が活躍します。一方タイプ S に関してはストレッチを伸ばすもの、またはですね白のプリントをしたい場合、こちら、C もですね該当するんですが、まあ、タイプ W と比べて洗濯の強度が強い白プリントができます。タイプ G に関しては、まあ、キラキラのメタリックですねをフルカラーで表現できる、まあ、透明トナーが必要ですが、タイプ W では難しいものの表現ができます。なのでですね、まあ、あとのですね B、C、S と G ですねに関しては W ではちょっとできないところを補ってあげる、そういった意味合いということで、お考えください。でタイプ D はちょっと初期でちょっと白トナープリンターとははみ出すので、まあ、そちらもですねご理解ください。まあ、このようにですねトナー転写紙、あとは写真のですね WHS、CR という種類もありますが、トナー転写紙これだけのですね種類を揃えているのは国内で基本的に弊社が一番でございます。なおかつですね転写紙のですねテストも A4 5枚セット約2000円から販売しています。なので皆様ですね送料もかからずのネコポス便ですとお試しできますので、ぜひですねこのトナー転写紙白トナープリンターがどういったものか試されたい方は、まあ、2000円から試せますのでぜひお求めください。説明文のホームページからお求めいただけます。今回ですねこの抜ける転写シリーズをですねご案内いたしましたが、今後ですね新しい商品また改良されていきましたら随時ご案内したいと思います。この印刷した部分だけをのり付けをして表現する、で生地も問わないほとんどで、部分もですねこういった胸元や肘こういったですねところにも簡単にできるというところで、多くの利用者の方にご愛用いただいています。まだの方はですねぜひお試しください。またお問い合わせご質問などはですねお気軽にご連絡ください。今日もどうもご視聴ありがとうございました。